三共職人プロジェクト、職人ファーストがいよいよスタートいたしました。メーカーとして何ができるのか私たちは考えました。それは職人さんとしっかり向き合うこと。そう、職人さんがいなければものづくりは完成しないのです。だから職人さんとものづくりを共有したいのです。職人ファーストスタートです。この動画はメッシュフェンスの施工を通じて現場で役立つ情報をご紹介いたします。詳しい施工手順につきましては施工要領書をご確認ください。フェンスを施工するのは現代の名工小林徹さんです。数々の受賞歴を持つ小林さんは職人の未来を素敵に上書きしています。はじめに現場状況を確認していきましょう。今回の現場は大谷石塀の上にフェンスが設置してあるお宅です。東側は塀の上にコンクリートブロックが積んであり、その上にフェンスが取り付けられています。北側は塀の上にフェンスが取り付けられています。どちらの面も塀が傾いていて危ないですね。今回はこの塀を壊してここにフェンスをつける工事になります。ちょっと見てください。これはね、大谷石です。非常に水に弱い性質があるので、こうやってほら、ちょっと触るだけで簡単にね、こうポロ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 崩れちゃうんですね。火には非常に強い性質があるんですけれども、水には本当に弱いです。どん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 風化していっちゃうのがこの大谷石です。昔はこういうのたくさん使っていたんだけど、最近は使わないです。ちょっと見てみましょうね。これ鉄筋探査機です。全然もう鉄筋の音がしないね。これ鉄だから当然反応はします。繋がってないね。何にもないです。鉄だから反応はします。他は一つも反応しない状態になってます。今回はこれを、解体をして新しくフェンスをつける工事をやりたいと思っています。これは難しいね。解体するときにこれが崩れちゃうもんね。建物からこんな近いからいろいろ考えます。積み木のようにただ積んであるだけで鉄筋も入ってない状態の塀がここにあるわけだから、そんなところにブロック積んでフェンスつけちゃってるわけだから弱いわけよね。いろんな正解があると思う。やり方が、家を建て替えるときに、これはちゃんとしようという話になってるんで、今回は応急措置です。大阪北部地震でブロック塀の倒壊が問題になりました。危険なブロック塀を解体し修繕する依頼が増えてきています。小林さん、お願いします。よし、やっちゃおうぞ。めっちゃやっちゃう。伐採とフェンス撤去について見ていきましょう。よし、じゃあ作業に入りますか。まずは植物の伐採から。よいしょ。そうだね、杉だからね、こうやっていっぱい木がこう重なり密集してあるから、これでフェンスが持ってるんだね。続いて大谷石塀の組み直しです。切断するのにそんなに粉塵が出るんですね。単純に大谷石を、大谷石が曲がってるからといって単純に大谷石を
切り下げて完了ではないんです。その前段階でこういった植物を一回取ってしまったりとか、ガスがあったりとか、大きな木があったりとか、これ保護林になってます。こういったものが全部あります。この物置も一回移動しなきゃいけないし、とにかくね、多農耕じゃなきゃダメなんです。いろんなこと、複合的にいろんなことができないと工事にならないんです。多農耕職人の小林さん、腕の見せ所です。猫がいっぱいです。人力だと大変ですね。操作する資格を持っていればユンボで根こそぎ行けます。はい、生垣とフェンスの方を撤去し、大谷石を内側に組み直しました。こんな形になりました。高さがなくなったので少しこう安定して安全性を保たれ、安全性が保たれたと思います。こんなに大きな植物があるところはどうなってるかというと、見てわかる通り根っこが非常に張っているので、ここの処理を今後考えなければいけません。今ある大谷石の上部にこれからフェンスの方を取り付けていく準備をします。支柱の設置について見ていきましょう。フェンスの柱を立てていきたいと思うんですけれども、現場は生物でもういろんな障害が出ると思います。向こうには水道管が出てきました。そしてここにはガス管で、ここには今回は配管です。通常の施工で、独立基礎を使ってフェンスの柱を、設置してみたいと思ってます。今回の場合は、見てください。土がね、非常にいいんです。植物にとっていい土なので、少し土壌を改良しなきゃいけないので、下側を少し固めましょうか。軟弱地盤のところに、硬い重たいものを乗せてしまえば、豆腐の上に重たいものを乗せるわけだから、非常にグラズラ、不安定な状態になってしまうんですね。今回とにかくすごく土が良すぎてしまうので、あえて大きなものを使います。だから重たいです、これは。非常に。これでね、50キロ以上あると思いますよ。ねえ、こんな重たいのここの中に今入れ込みます。砕石を少し入れてやります。あとはこれに締め固めるんですけども、このタンパーね、これでしっかり締め固めて、しっかり締め固めてある状態の中にこれを入れてあげれば固定します。ですけれども、軟弱なふかふかしてある状態でいい加減にやってるところにこれを乗せる。よいしょ。で、大丈夫かなって思うの、これダメですからね。下が軟弱だから、これはね、どんどん下がっていっちゃいます。グラグラしちゃいます。だからとにかく、硬い地盤をしっかり作って、硬い地盤の上にこれがしっかり乗るっていうのが大条件です。必ずこの基礎石が真っ平らになってるよっていうのは条件の場合に、これを使えるよというふうに解釈してくださいね。高さを揃えやすくするんですね。で、柔らかいんで、しばらくこのまま置いておきます。しっかりまっすぐな状態を作っても、必ずずれてしまうので、しっかり固まるまでこの状態で置いといて、また時間が経ったら移動して確認をします。で、一番上には、ここの部分には、綺麗なモルタルでもう一回化粧をしようと思っています。気持ちね、内側をこう高くしてあげてもありかな。ここが一番高いところから、こんな感じに作ってあげるといいと思います。これが、この辺が凹んでたりすると、水が溜まってしまうので、クレームになりにくいですよ。クレームになるかもしれないので、なるべく真ん中を気持ち高くしてあげて、太鼓にしてあげましょう。
中心から外側へが鉄則ですね。これがこうしてあることによってこう綺麗に形もねできるわけだから、私はやるべきだと思います。最後にフェンスの取り付けです。フェンス本体を順番に取り付けていきます。フェンスの通りを見ながら進めてください。さあ、完成したようです。作業完了後は清掃を抜かりなく、さすが現代の名工です。いかがでしたか？施工のコツやヒントが盛りだくさんの動画でした。職人さんってかっこいいですね。他の動画もぜひ見てくださいね。